ランドルフセバン、トレイ・パーカー三世は、アメリカ合衆国の監督、俳優、脚本家、アニメーター、作曲家、歌手、声優、コロラド・シュー・コニファー出身。マット・ストーンと共に、サウス・パークを手掛け、原作、脚本だけでなく、声優、音楽、各界の演出や、映画版の監督も二人が自ら担当した。父・ランィ、母・シャロンの元に、 二人兄弟の長男として誕生した。彼と彼の家族がサウスパークのキャラクター、スタンとその家族のモデルとなっている。ウエスト・ジェファソン中学を経て、エバー・クリーン高校を1988年に卒業した。彼は中学時代友人と共に80年代のラブバラードのカセットを導入制作し、インターネットで売られていた。その後ボストンにある、 バークリー音楽大学に進学するが何年化石を置いた後、コロラド大学ボルダー校に編入し、そこでサウスパークを一緒に手掛けることになるマットストームと出会う。彼は映画の音楽制作を夢見て、音楽を専攻し映画制作過程の授業をもとっていた。大学在学中マットと共にアニメを作成し、大学で賞を受賞するが、その後大学を中退する。 本人は映画制作をしていたため大学の授業にほぼ一、セメスター出席しておらず、それが原因だとインタビューで述べている。なお彼は大学在学時代に音楽と共に日本語を専攻しており、日本在住経験も持つ。また、元妻が日系人であり、日本通りとして有名な人物である。その日本に関する知識が作品に影響していることも見かけられる。 トレイが大学在学中に制作した映画がフォックステレビ局に見染められ彼らのもとでいくつか短い映画を作成する。そのうちの一つが大学在学中に作った映画のキャラクターに基づくものでザ・スピリット・オブ・クリスマスという映画でイエス・キリストとサンタクロースがクリスマスをめぐって決闘するというユニークなものだった。1995年パーカーとストーンは コメディセントラルという主にコメディを扱ったテレビ局に雇われ、1997年8月13日、サウスパークのデビューを飾り、同局のオリジナル作品としては最高視聴率の番組となった。1999年の夏、パーカーとストームはミュージカル映画、サウスパーク、無修正映画版を公開した格評価され、パーカーとマーク・シェーミンによる主題歌。 フレームカナダはアカデミー賞にノミネートされた。また2004年には彼らが手掛けたチームアメリカワールドポリスが公開される。この作品は国際警察チームアメリカの過激な活躍を描いた政治風刺映画である。2005年9月9日サウスパークの3シーズン追加放送が決定する。その時放送されていたシーズン9を含めさらに3シーズン放送するという。 ことは2008年まで続くということとなる。チーム、アメリカ、ワールドポリス制作後、パーカーとストーンは、作成意欲をなくしたと噂された。2007年8月27日、2008年末で契約切れとなる、サウスパークを2011年まで3シーズン分、契約延長し制作することと、サウスパークシリーズをマルチプラットフォーム展開することなどを目的とした。 ジョイントベンチャーを立ち上げることが正式に発表された。また、彼らの拠点であるロサンゼルスにデジタルアニメーションスタジオサウスパークデジタルスタジオを作り、二人がそこで創作を行うだけでなく、その他のアニメーション作家にもスタジオを提供することとなった。ありがとうございます。